こんにちは。ウェザーニュースの高山奈々です。この後の全国の天気をお伝えします。今日は広いエリアで晴れてお出かけ日和となっています。では見ていきましょう。午前中は東北の北部や道東のエリアを中心として激しい雨となっているところもありましたが、午後は次第に日差しが届きます。そしてその他のエリアでは広いエリアで晴れてお出かけ日和。空気はカラッとしていますが気温は上がりますので、暑さ対策そして紫外線対策しっかりと行ってお過ごしください。ただ午後は山沿いのエリアを中心としまして天気急変の恐れがあります。晴雨兼用の傘があると良さそうです。以上全国の天気をお伝えしていきました。それではこの後も素敵な日曜日をお過ごしください。